ダニエル・ゴスリングは、イングランド・デボン州、ブリクサム出身のサッカー選手。エフル・チャンピオンシップ・ワトフォード FC 所属。ポジションは、MF、DF、プリマス・アーガイル FC の下部組織出身。2006年12月9日、16歳と310日に、して、ハルシティ AFC 戦で、プロデビューを果たす。当時は主に右サイドバックとして出場していた。 2008年1月、プレミアリーグのエバートン FC へ移籍。同年3月6日の UEFA カップ対アッコフフィオレンティーナ戦で初ベンチ入り。同年のボクシングデーに開催されたミドルズブラ FC 戦にスタメン出場し、プレミアデビュー。その2日後のサンダーランド AFC 戦でプレミア初ゴールを記録した。2010年夏、フリーでエバートンを退団。 プレミアリーグに復帰した、ニューカッスルユナイテッド FC へ移籍。2013年10月4日、ブラックプール FC へ期限付き移籍。2014年5月16日、AFC ボーマスへ完全移籍。契約期間は4年。2021年1月31日、ワトホード FC と2年半契約を結んだ。ゴスリングを語る上で欠かせない試合が2009年の、 FA カップ4回戦、エバートンのホーム、グディソンパークでの対リバプール FC 戦。この試合はシーズン中4度目のダービーマッチで、リバプールの本拠地、アンフィールドで行われた同カップ戦の引き分けによる再試合だった。試合は両者譲らずスコアレスのまま延長戦に突入し、PK 戦になると思われた試合終了間際の延長後半13分。アンディファンデルメでのクロスを、 ペナルティーエリア内で受けたコスリングが3人のディフェンダーに囲まれながらも右足でシュートを放つとこれが決まりチームに劇的な勝利をもたらした。このゴールはシーズンにおけるチームのベストゴールに選ばれている。ありがとうございます。